これから2016から20年度、青山学院大学社会情報学部社会統計第13回重回帰分析の講義2つ目の動画配信を始めたいと思います。13回の講義は3つに分けて動画を配信しています。これはその2つ目ですね。第11章重回帰分析としては5つ目、6つのうちの5つ目の動画になります。 それではこの第13回目の2つ目の動画はテキストの11.3節独立演数が3つ以上の重回帰分析というところに入っていきますここはおそらくそんなに難しくないと思うんですね独立演数が2つの場合の重回帰分析ということをこれまで学習してきたわけですのでそれが3つになってもですねやることは基本的には同じになります ここに式を書いてありますね。yi という測定値がどのように出来上がっているかというモデル式ですね。モデル式がまず最初書いてあります。<laughs> アルファとベータで書いてあるので、えー、とこれは母集団で成り立っている関係ということですが、えー、とこれを a と b というふうに書いて、標本での関係というように考えてくれても構いません。 yi というデータがどのように出来上がっているかというと、切片ァと、あとはですね、変換器係数と、その一つ一つのですね、x1 から xk までの変数の値、これの積はということですね。これで出来上がっていて、最後に誤差の部分があります。 予測式としては、YI ハットですね。予測式としては最後の EI がない部分なんですけれども、実際に予測にぴったりというわけにはいかなくて、誤差が生じるわけですね。その部分がプラスの EI というところ。測定値、YI がどのように出来上がるのかという回帰モデルについては上の式、予測式は下の式になりますね。 重回帰で変数が2つだけの時には、β1x1i プラス β2x2i、ここまでで止めてたわけですね。で、最後に ei をつけたのが予測回帰モデルということになったわけです。え、それで、独立変数が2つの場合の変回帰係数の推定、および傾きの推定っていうのは最小二乗法によって行いましたね。え、つまりこの誤差 ei の二乗というものを、すべての測定値にわたって足し合わせる。 で、その二乗和が、誤差の二乗和が最も小さくなるように、傾きと変化係数を決めていたわけですね。で、このことは、説明変数の数が増えても同じです。全く同じになりまして、最初に情報によって標本から推定をすることになります。変化係数っていうのが、 えっと、この式だと K 個、稽古。β1 から βk。まあ、推定値としては b1 から bk までですね。稽古出てくるわけですけれども。えっ、ー、と、これの意味もですね、3, 3つ以上っていうふうにしてますけども、独立変数が2つの場合の重回帰の時と同じです。他の独立変数をコントロールした時ですね。つまり、他の独立変数の値が変化しなければ、その変数について、 ですね。1単位増えたときに、y がどれだけ増えるかということを表しているわけです。えー、と例えば、β1 っていうところはですね、x2 から xk までの変数について値が変化しないときに、x1 が1単位だけ大きくなると、x1 が1だけ大きくなると、yi がいくつ大きくなるかと。 いうことですね。もちろん小さくなるというケースもありますけども、その変化分ですね。x1 が1増えたときに yi がどれだけ増えるかと、y がどれだけ増えるかということを表しているわけです。これが変換係数の意味ですね。 何回か強調しましたけれども、この変換係数は、この変数のまず組み合わせによって変わりますので、何か変数を取り替えるとですね、違った値になるんでしたね。ですから、この変数の組み合わせにおいてっていうことと、それから他の変数の値が変化しなければっていうこと、この二つがですね、重要なポイントなんですね。この変数の、今回使った説明変数のセット、組み合わせにおいて、他の変数の値が変化しないとき、 その当該の変数の値が1単位大きくなると、y がどれだけ変化するかということを表している。これが変化比係数 βj、あるいは標本からの推定値としては bj ということになるわけですね。変化係数の優位性検定についても、これは独立円数が2つの場合と全く同じになります。それから決定係数の検定についても、 同じですね決定係数の検定としては、募集団での決定係数は0、つまりすべての変換係数が募集団では0であるという帰無仮説を検定することになります。この時には、回帰の自由度は k、誤差の自由度は n k 1全体の自由度が n 1になります。 単回帰分析の時はですね、回帰の重度1でしたね。回帰の重度っていうのがちょうど使う独立変数の数と同じになるんですね。ですから2つ使った時には2、3つ使えば3ということになります。これが回帰の重度なんですね。で回帰の重度と誤差の重度を足すと全体の重度になります。で全体の重度ってのはもともと N から1個引いた値でしたよねで。ですので回帰の重度が K、誤差の重度は N K 1ということになります。 それで、これを検定についても、独立円数が2つの場合に学習したことと同じです。まずはですね、平方和を分解するんでしたよね。SS トータル。えー、全体平方和、全平方和。分散を計算するときのですね平方和を、回帰で説明できる部分と誤差の部分に2つに分けるんでしたね。SS リグレッション。これ、回帰の部分。それから誤差による変動の部分に分けます。 で、これを自由度で割り算してやったやつが、平均平方。ということでしたね。m ン n square。平均平方というものになります。ms リグレッションと ms エラーっていうのができます。そして、この ms リグレッションと ms エラーの比を取ってやると、これが f 統計量になるんでしたよね。えー、っと、この場合は自由度が k と、それから n-k-1。K ですね。回帰の重度が分子、それから誤差の重度が分母ということになりますので、この F 値を使ってですね、検定をすることができます。不等計量は2つの重度を持ってますね。K と N-K-1 ですで。これで MS エラーに対して MS リグレッション、つまり誤差に対して回帰で説明できる部分が大きくなっていくと、この帰無仮説が企画できるわけですね。 ですので、規格限界値を F 分布のですね、右裾の方のところで定めまして、右、そこより右側の面積が0.05になるところ5、5%の有意水準であれば0.05になるところに、規格限界値っていうのがあるわけですね。で、それよりも大きな値、値 F の値が得られたら、帰無仮説を企却するということになります。募集団での決定係数が全て0っていう規模仮説が棄却されますので、少なくとも、 変換係数ですね。変換係数が全て0という仮説は棄却されますので、少なくとも一つの変換係数は0ではないということで、その場合、それをすると決定係数も0ではないということになります。ですから、従属変数をですね、説明するために使った独立変数のうち、少なくとも一つは有意にですね、この従属変数を説明できているということになります。 でそれで今このように s s t o t a l s s リ e g r e s s i o n とか msError とかいうような記号で書いてますけども、えっと、一度元の式のですね、分散の式、えっとシグマを使ったですね分散の式で平方和の分解ってことも書いておいてみてください。でそれぞれの項が自由度がいくつになるかということもですね、これはもうあの同じですけれども、先ほど書いてますけども、いくつの自由度かということも考えておいてください。これはあの そんななに難しくいいと思いますねで。ちょっとしたクイズなんですけれども、えー、っと、自由度っていうのはですね、負の値になりません。この統計仮説検定の時にですね、自由度は負の値を取らないんで、えー、っと0以上の値を取るわけですけれども。えー、っと,ということは、えー、っと、n っていくつ以上必要なのか。 ということが、ここからちょっとわかるんですね。まあ、この今の自由度のですね分解 k n、k 1と n-k-1 と n-1 っていうふうに自由度が書かれてますけども、ここからですね、えー、っと、回帰の自由度が k の場合、つまり変数を稽古、独立変数を稽古使う回帰分析、重回帰の時にですね、n がいくつ以上じゃないといけないかということがわかるようになってるんですね。それをちょっと考えてみてください。まあ、ヒントは、 えっと、単回帰でしたら、つまり K が1の時でしたら、最低限いくつの標本の大きさがいるかっていうと、これは2なんですよね。えー、平面上での直線の式を求めてるわけですから、えっ、ー、と、2点あれば、まあ、直線が1個引けますね。1点では引けませんので、単、えー、回帰の場合には2つ点があ、散布図で考えると2つ点が打たれないといけない。ただこの場合には、必ず2つの点を通る線っていうのは必ず1本引ける。 わけですね完全にこう引けてしまいますので、まあ、回帰分析としては意味ないんですけれども、まあ、2つあれば実行できるとい,ということですね。回帰分析を実行することができます。じゃあ、K の場合はというので、ちょっと考えてみてください。で先ほどこの今言った検定は、 決定係数についてですね、すべての変換係数が0だと決定係数も0になるんですけれども、各決定係数それぞれについて、変換係数、各変換係数それぞれについての検定もできますよね。変換係数それぞれについて、募集団での値が0であるという義務仮説を検定をしてあります。で、このやり方も、説明、独立変数が、 二つの場合と全く同じです。同じということになります。母集団での変換係数の推定値、bj ですね。母、えー、集団では本当の値 βj っていうのがあるんですが、そのデータから計算された bj の推定値を、この推定量の標準誤差ですね。えー、で割ってやって、えーまあ、一種の標準化をするんでしたね。一種の標準化をしてやると、これは帰無仮説が正しいときに、この統計量はですね、自由度 n-k-1 の t 分布に従います。 独立前数が2つのときは n-2-1 で n-3 でしたよね。n-3 ということになってたわけですけども。先ほどの決定係数の検定でいう誤差の十度と同じですね。えー、っと、これ今すいません。スライドには五色がありますね。n の n-k-1 じゃなくて t ですね。t、えー、t 統計量ですね。直しておきます。t 分布を使った検定をするということでしたね。 これも独立点数が2つの場合と全く同じということになります。さて、えー、っと 独立変数、説明変数の数が増えていくとですね、ちょっと気をつけなければいけないことがあります。まあもちろんこれ、あの、説明変数が2つの場合も気をつけなければいけないことなんですが、まあ、説明変数、独立変数の数が多ければ多いほどですね、あのこの問題っていうのが現れやすくなるんで、えー、そ,のこのそのことは話をしておきますね。多重共生性と言われる問題なんですね。で、これは、えー、と、その説明変数、独立変数の中に非常に似た変数がですね、混じるという話です。 えとそうすると、もうちょっとこう正確な言い方をすると、ある独立変数が他の独立変数から構成できてしまうこと、あるいはまあほぼ構成できてしまうことということを意味するんですね。で単純には、2つ非常に似た変数があるとです、ね、その一方はもう一方からまあほぼ構成することができる、単回帰のようなことを考えてもらえばいいわけですけれども、えー、と非常に似た変数があるということは、まあ、一方からもう一方というのをほとんど作ることができてしまうわけですね。 それで正確には、いくつかの独立演数を使って別の何か一つを作れてしまうというような時に、多重共線性というものが生じているというように言います。 で独立変数が2つの場合っていう場合には、この独立変数間の相関が非常に高いことを意味するわけですね。でそれでですね、これが何が問題かっていうと、このように似た変数が、まあ、あるいはある変数を他から合成できてしまう、ほぼ作れてしまう場合っていうのはですね、えー、っと、標準、変換係数ですね、変換係数の標準誤差っていうのがあの大きくなりまして、それは何を意味しているかっていうと、データを取り直すたんびにですね、変換係数の値がかなり変動しちゃう。 かなり異なってしまうということで、まあ、推定値が結構外れてる可能性があるということなんですね。といと決定係数の変動もかなり大きくなってきます。ではどんな場合何でそんなことになるかっていうとやはり まあ後で説明しますけれども、これはのベクトル図で考えると分かりやすいんで、後で説明します。でそれで、この多重形成、強制性の検出するような方法っていのはいくつかありますし、統計ソフトウェアでいろいろ、その、 多重共線性が生じているのではないかというですね指標となる値を簡単に出力することもできますけれども、簡単に実行できる方法はですね変数間の相関行列をチェックするということですね。まあ、これだと2つの変数の組み合わせしか見ることができませんけれども。うん まあそれでもですね、かなりこれはあの良いチェックになります。変数間の相関行列を見てですね、非常に高い相関係数がないかということをですね、見てください。で高い相関係数を示す2変数があるっていう場合には、一方だけを使うか、まあ、あるいは合成するんですね。えーまあ、単純に足し算してもいいですし、足して2で割ってもいいです。 あるいは第14回で学習するんですけども、いくつか変数が、似た変数がある場合には、主成分分析というです、ね、合成特典を作る方法もあります。いずれにせよ、その似た変数が混じってないように、えー、独立変数の中に入らないようにしてやるということが重要なんですね。でなんでこう、似たような変数があると、こう多重共生性っていうことが生じてるとですね、良、えー、くないか、そしてこう推定が不安定になるか、 っていうのは、えー、この例が非常によくわかりやすいと思うんですね。えっと、これは東京大学におられた市川新一先生が 書のの中でででで、ね、示しておられるるもも重相関係数という,ふうに呼んでるんですけどもここで多重共戦性が生じているのは x1 と x2 ですね。非常に似た変数でこう、2つのベクトルの間のです、ね、角度 θ が非常に小さい。つまりまあ相関が1に近いんですね。x1 ベクトルと x2 のベクトルっていうのは非常に近い似た変数になっています。で、ここからですね、えー、y を予測するんですけれども、えーとこのし、このデモンストレーション面白いのはですね、 えっと、XY と、X、X1、X2 とですね、えー、無相関い、一方の変数とは無相関、それからもう一方とはほぼ無相関っていうですね、えー、そういった重属変数を考えるんですね。えー、重属変数との相関が0の独立変数。X1 と Y はです、ね、直交してます。この間の角度は90度で、えー、X1 から Y をですね、回帰分析で、えー してやろうと思うとですね、これ x1 は全く役に立たないんですね。相関0ですから、えっ、ー、と、x1 は y を予測することにほとんどあの、ほとんどというか全く役に立たない変数です。えー、単回帰では。それから x2 と y っていうのは、えっ、ー、と、ほぼ無相関です。x2 と y はですね、90度じゃないんですけども、ほぼ90度に近いということで、まあ x2 も y の予測にはほとんど予測、あの、あの、効いてない。 ですね。単回帰で x2 から y をうまいことをですね、説明できるかっていうとですね、これはほとんど役に立たない。x1 は全く役に立たない。x2 はほとんど役に立たないっていうこの変数、二変数なんですけども、えっと、作るとですね、まあ、非常に、いつもそうなるというわけじゃないんですが、驚いたことにですね、こういった役に立たない二変数から y をですねあの、ほぼ完璧に説明するってことができちゃうことがある。 ですね。で、それがこの図の場合です。x1 と x2 の張る平面っていうのは、これはやはりありますよね。x1 と x2 が作る、同じ平面上に乗ってて、y がですね、そこからちょっとだけ浮いてるっていうことが、これはあり得るわけですね。で、そうすると、この y ベクトルを真上から光当てて、できた影が予測値の y ハットのベクトルなんですけど、この y ハットと y っていうのは非常に近いですから、角度 θ っていうのはすごく小さいですね。えー、ということは、これ重層関係数は非常に高いと。 ということで、えー、これはですね、重相関係数の2乗があ決定係数ですから、非常に高い決定係数になっているということですね。ですから、単独では Y の予測に全く役に立たない X1 と、ほぼ役に立たない X2 から Y をほとんど完璧に予測できるっていうですね、非常に不思議なことが起きてしまうですねで。それでですね、まあ、問題点なんですけれども、えー、っと、 いいじゃないかと。それはそれで非常に良い話じゃないですかと思うんですが、えっと、これはですね、非常にこう、回帰係数の推定が不安定になるんですね。で、この図で見ると非常にこう良い,い決定係数が得られますが、そうじゃない時も、ちょっとだけデータが変わるとですね、そうじゃないケースっていうのは出てきてしまいます。というのはですね、X1 と X2 って非常に狭い 角度ですよねですから、この2つの、こう、なんかこう、なんですかね、割り箸でも何でもいいんですけど、まあ、2つの鉛筆でもペンでもいいんですが、非常に狭い感覚で、こう、2つ作っておいてですね、そこに何かこう、下敷きか、紙かなんかこう、載せてください。えー、そうすると平面ができてますね。で、Y が今非常に近くにあるというイメージなんですけど、X1 と X2 をですね、ちょっとだけ動かしてみてください。X1 と X2 をちょっとだけ動かすだけで、 平面は、の、すごく変わってしまうっていうのがイメージできますか ?x1 と x2 がある程度こう離れてると、x1 と x2 の間の角度がですね、ある程度あれば、えっ、ー、と、多少 x1 と x2 が動いてもですね、平面そんなに動かないですね。ところが x1 と x2 が近いとですね、この平面って、あの、すごくこう大きく動いちゃいますよね。x1 と x2 がほんのちょっと動いただけですごく大きく動いちゃう、えー。ということは、この y に対する y ハットもですね、非常に大きく変わるということで、えー 非常にこう回避変換係数っていうのはですねデータをちょっと取り直す取り直して少し違ったデータが得られるたびにですね大きく変わるで決定係数も大きく変わってしまうということなんですね、えー、とつまり、えー、と得られた結果っていうのがですねどれぐらいこう うまく、母集団での本当の姿を推定できてるかっていうのがですね、相当怪しいと。あんまりこう変動がすごくいろんなバリエーションの中の一つですから、えー、っとちょっと信用することが難しいわけですね。ですから、非常に似た変数を使って、Y の予測をするということは、このようにですね、結果に大きな不安定性がありましてよろしくないんですね。 これが多重共生性と言われる現象になります。ですから、このような時には、x1 と x2 のどちらかだけを使う。まあ、今回は、どっちからだけか使うと単回帰になっちゃいますけれども、えっと、他にたくさん変数があるという時には、x1 と x2 ですね、どちらかだけを使うか合成するかということをすることになります。 3つ以上の独立変数を使う例として、テキストでは11.3.3ですね、が例示されています。で、これはあの次の最後の動画配信でやるんですが、3つのうちのですね、変数1つはダミー変数といってですね、1か0の値しか取らない変数というものを考えるという例になっています。性的関与性っていうのが、 教育年数っていうものと、それから信仰深さですね。教会に1週間に何日行くかということで測られる信仰深さによって決まるということを、これまで検討してたわけですけども、もう一つここでですね、えー 性的関与性っていうのは女性か男性かっていうことによって違うかもしれないっていうですね、まあ確かにこれありそうなことを考えてみたいと思います。プロポジションの3、第3の命題としてですね、女性の性的関与性は男性よりも小さいというものをですね、挙げてみたいと思います。性的関与性の指数っていうのは、混然成功、混外成功、同性愛に対する態度の特典から合成される指数でしたね。 でこれはあの指数の特典としてですね、女性と男性の間には差があるんじゃないかなということをチェックしてやれば、このプロポジションの3、第3の命題ということの検証ができますね。 この時に、先ほど言ったようにですね、女性を1、男性を0。これ逆にしてもいいんですけども、えー、っと一方を1、一方を0。男性か女性かっていう、本来はこれカテゴリーを表す質的変数ですよねで。それをですね、回帰のモデルの中に組み込むことができるんですね。でこれを第3の独立変数 X3 として導入しますと、回帰式がですね、このようになります。 でそうすると、X 3のところは0か1が入って、男性の時は0なんですね。だから、ここは男性の時にはこの消えてしまいます。で女性の時だけ、プラス0.039っていうのが出てくるわけです。えということはえ、他の変数が変化しないときには、女性であることによって、性的関与性指数 Y がですね、0.039上昇するんだっていうふうに考えられるわけですね。でこのように、こう、今3つ目の変数と、今ここのセクションでは、あの、 3つ以上の独立変数でのですね、重回気分析っていうのを説明してますので、この第3の変数としてですね、この最後の動画配信で、最後の動画配信でもう一回説明するダミー変数と言われるですね、1か0かあという2つの値、2兆の値だけを取る変数っていうのを導入をしています。このように変数の、独立変数の数、説明変数の数が3つ以上になってもですね、基本的には2つの時とやることは同じになります。 ではですね、最後の動画配信では、今こう話を始めている、このダミー変数というですね、1か0っていう2つの値を取る変数を用いた回帰分析について説明をすることにします。